僕は身延町役場の移住担当。今日は移住者の実態調査に出かけてきた。それにしても、なんで身延に引っ越してきたんだろう。横浜から移住された宮川さん家族。家の隣には少し大きめの家庭菜園。子供たちに食べ物がどうやってできるのかを伝えるのに意味を感じているとのこと。夏は毎日赤くなってたけど、最近はもうならないっていうのがもう分かってるから。自分で収穫したから自然と料理に興味を持つのかな。僕よりも上手だね。夫は教師の傍ら、ご近所に農作業の師匠を見つけ米も作り始めた。夏、野菜はほぼ自給しているとは恐れいる。小さいのに人参の葉っぱの苦みが好きとは通なお嬢様たちだ。この落花生もさつまいもも畑でどのようになっているのかを彼女たちはちゃんと知っている。あんまりだから、そういうスナック菓子とかはあんまりというか買ってないよね、うん、子供とゆっくりと向き合う場所として、ここは余計なものがなくて案外いい場所なのかもしれないと気づかされた。東京八王子と身延での2地域居住をされている高橋さんを訪ねた。決定的に抜けてるところがある。東京の暮らしは地元高尾山の自然では満足できなくて、週末は車で1時間半の自然が濃い身延へ行こう。家の前の畑では妻が食材を調達。拾ってきた流木は息子お手製のピザ窯のほか、薪ストーブやかまどで活躍している。庭で火を焚く、東京ではなかなかできないことだろう。来るたびにこうやって焚き火をして火の温かさに触れている。この火の温かさっていうのは人をまともにしてくれるんじゃないかなと思います。北海道から移住された鈴木さん夫妻を訪ねた。私山梨に来ていろいろ行ったけど、住むのはやっぱりねここ、うん、落ち着く、うん、なんか。その理由を聞くと、いや別にこれがどうのこうのって、だからそういう深い理由っていうのはないと思う。感覚がそうなんですよね、うん、きっと。家の近くに山や川、夏にはホタルが舞い、秋には虫の音、朝鳥の声とともに目覚める。鈴木さんがここを気に入ったのにもうなずける。作る作物は年間30種類とはたまげた。身延町特産のあけぼの大豆はイノシシにほとんど食べられてしまったとのこと。残りを人間がいただくんだよ。鈴木さんは笑っていた。蔵には今年の2月に仕込んだ自家製味噌がある。一人を知り、その人からまた行く先々で人のつながりができてきたんだよね、うん、そういう人たちいなかったらどうなってたのかな、うん、どうにかなるさで身延に飛び込んだという二人。僕にはかっこよく見える。3組のご家族の実態調査を経て分かったこと、それは自然を近くに感じて自然体で、言い換えれば力を振ってと抜いて生活するのには身延は案外いいところなんだろうってこと。そんな身延町への移住に興味をお持ちの方は、こちらのサイトをご覧いただければ、空き家など移住に関する最新の情報をご覧いただけます。お電話でもご対応いたします。お気軽にご連絡ください。